甘えか。よしよし。名前か。またね。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。
ありがとう。ったく、時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。ったく、時間食っちゃったよ。
らく寝とけっての。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます、みなぎ。ごちそうさま。ありがとうございます。ないでござるな。八神殿、急いでござる。そろそろ限界でござる。忍ぶでござる。なんだ。なあ、
No! Nin, nin! Mattaku. ライアン流忍法。 マジかよ。
ああ。名前か。またな。しばらく寝とけっての。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。
しばらく寝とけっての。それって。はい。
八神です。いえ。それって…はあ、マジで。はい。なるほど。
あの、させてもらうよ。外したか。しまった。よし。外したか。しまった。外したか。少しは手加減しろ。
外したか。よし。勝ちだな。あんなやつ。あの、今だ。
え？だが、なあ、ねえ、あの、はあ、まったく。え？おい、なあ、おい、
まったく。ライアン流忍法。What?
いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございました。はい。おい！
ばらく寝とけって。時間食っちゃったよ。いい加減にしろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。名前か。またな。時間食っちゃったよ。名前か。
しばらく寝とくって。いえ、つまり
まだ。ったく、時間食っちゃったよ。名前か。いらっしゃいませ。ありがとうございました。それって…あの…ところで、なるほど。
ここだな。聞こえる。なんだ。
れは。なんだ。これは。これは。あの、はい、
はい。いえ。はい。要するに。はい。はい。まったく。なあ、おい。
ところで、
ったく、時間食っちゃったよ。拾いにくいな。何見てんだ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いい加減にしろよ。
せ。しばらく寝とけっての。いい加減にしろよ。
おい。まったく。名前か。
痛いのです。昨日はあまりの痛さに冷や汗が止まりませんでした。しばらくキーボードを叩くのにも支障があります。僕にとっての小指は波の人よりずっと価値が高いというのに、稼働率は 30% 低下ですよ。ああ、久々に痛い思いした。まだ吐きそう。カムロ町離れてなまっちまったんじゃねえか。そういうこと言う？この気分、変われるもんなら変わってあげたいよ。思ったよりは二人とも元気そうだ。この埋め合わせは必ずするよ。ええ、そのためにも奴らの正体を突き止めなくてはなりませんね。このグループが三越場殺害の実行犯である可能性は高いと思います。もちろん江原と関係している可能性も。神奈川県警にも情報を共有すべきでしょうか。いや、向こうから何か情報を引き出す時のために取っとこう。こっちは一介の探偵だ。警察にない手札は大事に使わなきゃ。なるほど、そういうものですか。沙織さんが江原と接見する段取りつけてくれてんだろ。とりあえずカムロ町には俺も行くぜ。お前も支度があんだろうし、向こうで落ち合おうや。昨夜はやられちゃったけど、奴らには倍にして返さなきゃね。その前に今日は安静にさせてもらうけど。前か。よしよし。
八神です。はい。なるほど。
はい。ところで、おう、いや、まったく。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
まったく。あの、おい、え、八神さん。天沢。ああ。実は。わかった。
あのさ。 ママさ。ですが、なんだって？
へえ。ところで、八神さん。いや。ええ。実は。え？なあ。はい。なるほど。まあな。ええ。真の名探偵ならば。天沢。お願いします。ですが、察するに。天沢。
どうも。今日から外部指導員することになった矢上だけど、部長はいる？私が部長の沖手川ドームです。理事長から話は聞いています。そっか、それじゃあ話が早い。これからよろしくな。矢上さんでしたっけ。一つお聞きしたいことが。ロボットに関しての知識は？いや、特にないけど。またこれだよ。矢上さん、理事長に頼まれたのでしょうが、我々としては外部指導員など必要としていません。え？我々は我々だけでうまくやっていますので、部活に来ていただかなくて結構です。ああ、沖手川君だっけ。一応俺も仕事で来てるから、必要ないって言われても困っちゃうんだよね。邪魔はしないからさ、時々見に来てもいい。さすがに顔出さないでいると理事長に叱られるだろうし。まあ、邪魔をしないのなら。それじゃあ改めてよろしく。チェ。なあ、実は。いいですか。矢上だ。一年の桜伝統です。ところで。はい。矢上だ。
チッ。高森しおん。ん？へえ。あの。八神だ。車崎哲郎です。なあ。その試合の時間です。なあ。ええ。マジかよ。高森。おいおい。何？まずいな。なあ。実は。
いや。はあ？うん。偉そうに。なあ。何？おいおい。お願いします。はあ？最適解だ。ざけんな！消去法だ。おい。いいですか？おきてが。
ああ。八神さん。おう。八神機、行きます。止めざるを得ないね。やられたな。よし。行け。問題ない。これはどうだ。なかなかの腕だ。ボンムだ。気分だぜ。よし。高森。
納得いかねえ。消去法だ。はあ？おいおい。最適解だ。はあ？起きてが。実は。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
なあ。実は。ん？まあね。糸倉。なあ。はあ？お断り。ああ。ですが、ねえ、ん？あのさ、え？糸倉さん、言っとくけど、なあ。はいはい。え？糸倉さん。
何、カイトさん、どうかした？なんかさっきからいつもより街がざわついてる気がすんだよ。何それ、野生の勘ってやつ？そうかもな。まあいいや、よくわかんねえことをうだうだ言ってもしょうがねえ。じゃあとりあえず沙織さんとこに、江原と接見する前に軽く打ち合わせないと。ちょっと待てたわ。ん？いつになくチンピラがチョコマが動いてるな。やっぱりなんかざわついてやがる。ざわついてる？そうかね。おお、お前ら見た顔だ。確かここらの探偵だよな。だったら？この男知らねえか？何年か前この辺のガールズバーで雇われのマネージャーやってたやつだ。みんなしてその男を探してんのか？ずいぶん人借り出してるみてえじゃねえか。そうだよ。で、こいつを知ってんのか？ああ、待て待て。今思い出そうとしてるとこだ。ところで、そもそもガールズバーってのは店のもんがみんな女の子なんじゃなかったか？こいつは裏方のマネージャーだったんだと。姿消した日も普通に店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。失踪したってこと？いつ？5年前。神室町で人が消えるって、まあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は？だいたい誰が探せって号令かけてんだ？なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。舐めてんのかこら。舐めてんのはどっちだ？人に物聞くならそれなりの態度があんだろう。そもそも探偵からタダで情報もらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。すかしてんじゃねえぞ、おい！こんなすぐ手出しちゃって、ヤクザの方がまだ仇に気使ってたもんだよ。
叫んで。どっからでもおとなしくしてもらう。死ぬ。どうした、もう終わりか。カムロ町のチンピラも質が落ちたな。カイトさん、阿久津か。阿久津ダイム、知り合い。元登場会の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今カムロ町中でレースになってんだよ。相馬って RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で、相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせだ、ダイモンのメンツだ、うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとか。本当はそんなもんどうでもいいんだ。その代わり気に入らねえやつがいりゃ、ただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く。背中には気をつけんだぞ、探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼、阿久津だっけ。登場会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK なんかの頭文字。知らねえよ。ヤクザ辞めて
いきなり横文字になっちまった。登場会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ。だがその分敷居が低くて、手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が、RK に近づくと、コロッと半グレに転んじまう。なるほどね。登場会といや、最近東と会ってる。ああ。あいつはもっと登場会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。名前か。ったく、時間食っちゃったよ。出発するか。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。あの、ありがとうございました。いい加減にしろよ。
前か。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。